熱血パワーリフティング部、ルシーさんのスクワット編お見せします。大会、北海道大会1週間前のスクワットの練習です。今日の練習で意識していることは、今日の練習で意識していることはですね、いつも通りしっかり呼吸をしてスクワットをするということです。呼吸大事にしてますね、相変わらず。呼吸めちゃくちゃ大事にしてます。後で呼吸のちょっと詳しく教えてください。イエス。かなり丁寧に呼吸するね。はい。なんかしゃがむまで長いもんね。はい。担いで呼吸がしやすいかどうかっていうのをめっちゃ大事にしてます。うん。担いでさ、重さにさやられて、肺潰れて呼吸がうっうって吸えない人は担ぎ方見直した方がいいと思います。なるほどね。俺じゃん。俺も昔そうだった。昔さ、まあこうそういった担ぎでもできる人はできるんだけど、かなりさこうやって入れ込んで、うんうん、やってたやつだ。こうやって担いじゃうんですよ。はいはいはい。これめちゃくちゃ呼吸しづらい、ね。なんで呼吸しづらいかっていうと、胸張ること悪いこととは言わないですけど、うん、ある程度僕はそのまっすぐな位置で保つっていう方がやっぱりいいんで、うん、前にしか膨らまないですよね。後ろが潰れちゃって、なるほどね。後ろの、はい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 、後ろに肺が膨らまない。確かに背中収縮してる状態で。なかなか入れるって難しいですね。そう、担ぎはなんかガチガチに固まっていい気がするんだけど、はいはいはい、っていうのがあって、あれまだからそのここは考え直したとこですね。一つ、手から呼吸まで全部取ってきます。この画角で見ると目線とかすごいわかるから勉強になりますね。いいっすね。俺その目線でマジでできないんですけど、どう思います？なれっすマジで上半身負けちゃうんだよな。上体倒れちゃうんすよ。うん。その時はその時のやりやすい目線でやっときゃいいと思いますよ。うん。だって僕だって もともとできないですから、こんな目線で。何かをやっぱ優先したい時に、うん、この目線の方がいいなっていうなったりするんですよ、うん。その時で変えていくもんだと思います。足幅だってやっぱ変わるし、うん、だからこれからも変わっていくと思うし、ベンチだって最近手幅広がったし、はいはいはい、そんなの当たり前ですよ。かっこいい T シャツですね。リーグロゴ T シャツです。あ、お疲れ様です。はい、今日のセットいきます。今日のセットはですね、アセンディングセット、3レップのアセンディングセットとなっております。 7.5 キロアップで4セットいきます。 7.5 キロアップしていくんですか？そうです。92.5、はい、200、207.5、215です。で3発、3発、わお、215、3発は PR。 強くなったもんですな、はい、強くなった僕をね、今日も見ていただければな。通りでどんどん髪型が後を打つみたいになってるはずだ。はい、頑張って3発1 2、よいしょ、 OK。 いや、はい、どうですか？軽いっす。はい、次200いきます。はい、
皆さん、あのスクワットの時のプッシーのそのしゃがみの軌道見てほしいです。どんな感じか。意識は土踏まずの上にバーがある意識、うん、はい、はい、いけるよ。1、2、3、よし、 OK。 軽いね、軽いね。はい、207.5 キロです。はい、インターバルってどれぐらいやってるんですか？インターバルはですね、うん、マジであの呼吸が整った呼吸と筋力が整ったらです。じゃあ決めてないんだ。決めてないです。何分とかは一切。パワーってその何やったかじゃなくて、やっぱどうやったかっていうのが僕重要だと思ってるんで、うん、例えばなんかこのプログラムをやったとか、はいはいはい、スモロフで3レップ10セットの日何度か完遂したとか、うん、まあ、3レップ10セットやったことはすごいんですけど、いや3レップ10セットをどうやってどのクオリティで何を意識してコンセプトとしてできたかっていう方がやっぱ大事だと思って、うん、でそれがやっぱ自分の中でその練習の1日のフィードバックできているか、今日のスクワットがどうだったか、ただ3レップ10セットやりきったで終わってないか、なんかビジネスみたいですねそのビジネス講座みたいな感じで言ってますけど、ビジネス講座です。今日はスクワット講座、めちゃくちゃその見せかけた、はい、ビジネスの話してるかのように見せかけて、うん、はい、中身はめちゃくちゃスクワットこいつの話してますから。でもそういうことじゃないですか。いやでもマジでそうなんですよ、本当に。あの結局はその自分がね、何を目的として今、うん、取り組んでいるのかっていうすごく大事だと思うんですよ。はい、だからなんか俺結構思うんですけど、うん、やってて、うん、あこれ多分俺今日できねえわって思う日あるんですよ、うん、だからプログラム。その日はね、そう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 、だからその変えなきゃいけないよね。そうなんですよ、コンセプトを変えて練習していかなきゃいけないから、そのプログラムを完遂することが目的になっちゃったらダメなんですよ。そうですよね。プログラムをやって、その後プログラムをやったことでどうなっていたいかっていうのが、うんうんうん、やっぱ見えてないと、うん、お願いします。はい、うん、ごめんなさい。シャワー、はい、よいしょ、いい感じです。いい感じ、はい、じゃあ最後215いっちゃいます。スクワット3レップマックス215キロに挑戦します。上がったらグッドボタン、ダメだったらバッドボタンを押してください。いきます。それでは皆様、良いパワーライフを。